どうも、ほっこりキッチンのまさきです。今日はですね、納豆チャーハンを作っていきたいと思います。はい、でこの納豆チャーハンに、今日はですね、コクをプラスするということで、塩辛を入れた納豆塩辛チャーハンを作りたいと思います。はい、これはね、もう本当簡単、酔っ払ってでも作れる一品ですね。はい、では早速いくぞ。おはい、ではですね、まず最初に、納豆、これを移します。そして、この納豆ですね、ついてる、納豆のタレ、これはね必ず使いたいですね。入れます。はい、で卵、ここで一度卵がスフレ状になるまで混ぜていきます。からしはいりません。ちょっとめんどくさいな。でもぶっちゃけ言うと、これだけでもうまそうだけどね。卵納豆ご飯とか久しく食べてねえの。おえ、ちょっと出てるな。おい、ちょっと出てるよ、みんな。はい、そしたらですね、後々塩辛とか順番に入れていくとめんどくさいから、先に入れちゃいましょう。はい、あー、もうすでにうまい。ではここからもうサクッとね、いっちゃいますんで。はい、ではフライパンにまず、ごま油ですね。あらかじめですね、チャーハンというのはもう素早く作りたいので、塩、胡椒、味の素、これを用意しておきます。そして適当になんかいっぱい家にあったネギを切っときました。はい、青ネギだ、白い部分のネギだったり、なんかいろいろミックスされてます。はい、じゃあいってみましょう。卵、だいたいさっきの塩辛からね、50g ぐらいですね。よし、大体こんな感じでしょう。はい、そしたらご飯。はい、ご飯入った。はい、塩コショウと味の素。はい、ネギ。で、納豆っていうのはね、もう熱を入れた時点で納豆菌は死にますので、ただ熱を入れることによって納豆は粘り気がなくなります。そこが納豆チャーハンの面白いところですね。うう、香りめっちゃいい、これうまそう。そしたらですね、最後に鍋肌に醤油、焦がし醤油、めちゃめちゃ香る、いいっすね。 OK、 完成だね。よっしゃ、盛り付けて食べるぞ。では納豆塩辛チャーハンいただきたいと思います。納豆だけあって、ただ納豆の粘り気はもうない。納豆うまい、塩辛の塩味バッチシ。うん、この納豆のコク、と塩辛のうまみ、マシマシみたいな感じよね。
これは酒飲みだったら当てにもいけるかもしれない。うん、非常にうまいですね。うん、はい、今日は納豆塩辛チャーハンを作ってみました。いかがでしたでしょうか。非常にね、簡単ですので、皆さんもね、ちょっと塩辛余ったなとか思ったらぜひ作ってみてください。納豆のコクね、コクと塩辛の旨味がめちゃめちゃチャーハンに合う。ということで今日はこの辺で、ほっこり吉のまさきでした。ありがとうございます。